宇宙論タイムイズフォース。四次元ダイナミックス宇宙論。三、得意点を持たない静かなビッグバンセオリー。銀河の赤方変移についてを追加し編集しました。ベーグフィールドの導入。虚空から目覚める物質空間。火の玉宇宙のビッグバンセオリーでは、その瞬間に全ての論理が破綻します。無から有が生じることを理論化することができないのです。 また2011年にノーベル賞となった宇宙空間の加速的膨張を説明することもできません。そこで宇宙の入れ物の領域をベーグフィールド、ベーグフィールドと命名して話を進めます。動画は無重力空間における水玉の挙動実験です。水玉はブヨブヨと三次元的に揺れ動きます。この水玉が宇宙の全体像だとすると私たちの宇宙は膨張している領域に存在しています。 ところがこの水玉の膨張している領域も以前は収縮している領域で物理法則は全く別のものであったと考えられます。そしてこの収縮から膨張に方向転換する瞬間が得意点を持たない静かなビッグバンと考えられます。この収縮から膨張に変わるエリアは徐々に増大しますから物質空間も増大しながら拡大します。 つまり挙動ゼロのエリアが膨張エネルギーを獲得して膨張宇宙に再編成されながら拡大する宇宙となります。ここで初めてビッグバンの構造原理を文章にすることができました。空間をぶよぶよと漂っている水玉のように盛り上がったりくぼんだりする動きの中で膨張する領域に膨張原理の世界が締まり光速度重力質量電磁気力核力時間のからくりからこの世界が維持されます。 膨張から収縮に転じるとき中間でゼロの状態があります。ゼロの状態では、光速度重力質量電磁気力核力時間の原理が消失します。この時点で宇宙はあっくらになるだろうと思います。こうして収縮する宇宙に転じ、光速度重力質量電磁気力核力時間が逆向きに働き出すと思います。今まで構築されてきた宇宙論に対して得意点を持たない静かなビッグバンセオリーの特徴は、 1, 1ビッグバン開始時に物質が一点に凝縮されていたと考える必要がない。2爆発によって膨張宇宙が開始されたと考える必要もありません。3加速膨張しているという観測結果に疑問を持つ必要もありません。4膨張と収縮が共存し物理原理に得意点を持たない4次元ダイナミックス空間です。5私たちの宇宙は次元空間の一部分に生じた数ある中の一つです。 これは新しい概念のエーテルを認めることになりますが、エーテルの存在は、私たちの時空内ではなく宇宙の入れ物を構成する基本的なものとなります。138億年前、このエーテルで満たされた宇宙の膨張するエリアに私たちの時空が生まれたと考えられます。この3つの空間は、シームレスにつながっていて、空間の条件もシームレスに変化していると思います。 膨張空間では、私たちの宇宙原理が働いていますが、収縮空間では、光は天空から観測者に向かってやってきます。従って宇宙は白の空間で太陽や星は真っ黒く輝いている。重力は物質間の積力として働き収縮する空間でも、星踊り時の理覚を保っています。質量と時間は方向を持たないので、同様に働いていると考えられます。 収縮の始まりならば加速的収縮ならば収縮の最大速度ならば減速的収縮ならば収縮の終了。ベーグフィールドの動きが空間原理を転換させる。膨張の始まりならば加速的膨張ならば膨張の最大速度ならば減速的膨張ならば膨張の終了。ベーグフィールドの挙動が制限波だとすれば加速的膨張が観測される原因は、の膨張宇宙がまだ若いということになります。 加速膨張の発見は、2011年のノーベル物理学賞でした。これにて光速度重力質量電磁気力核力時間そして最後の難問となっていた空間膨張の原因が統一的に説明できました。私たちの宇宙はゲーグフィールドの一部分に存在しますが、物理原理は私たちの宇宙に固有なものではなく、全宇宙共通の原理、完成の法則が存在すると思います。空間の膨張とは、何が膨張しているのでしょうか 金金属属球球の一部分をガスバーナーナで加熱ししまますすと金属球は膨張しますこの膨張量は非常に少ないため肉眼ではわからないかもしれませんが精密に計測すれば熱膨張しています。この熱膨張は血の数が増加して膨張したのではありません。これは陽子と電子間の離角が増大したか原子の間隔が広がって膨張したと考えると思います。 しかし原子の間隔が広がったとすればこれは真空の空間が膨張したということつまり空間の膨張なのです。ビッグバンによる宇宙空間の膨張は初期の爆発膨張力によるものと考えてきましたが、空間の加速的膨張の発見はこのビッグバンのイメージを変更しなければなりません。つまりビッグバン宇宙に内在する原理からは空間の加速的膨張は説明できません。またビッグバン宇宙論は エネルギーが相転移して物質になったという説明が一般的だと思いますが相転移する証拠は何もありません。もし加速的な空間の膨張があるならば今度は逆の相転移が起こっていることになります。つまり全宇宙の物質が空間の膨張エネルギーに相転移している。このような都合の良い相転移はないでしょう。宇宙の加速的膨張とは大宇宙を構成しているベイグフィールドの動きそのものだと思うのです。 つまり私たちの宇宙は大宇宙のほんの一部分ですから大宇宙がどのような動きを持っていたとしても観測できる範囲をはるかに超えた大気差のベーグフィールドの動機を知ることはできません。そしてこのベーグフィールドが4次元ダイナミックス空間となっています。ここでは膨張エリアと収縮エリアが共存していますので全体容積に増減はありません。もともと無限サイズのベーグフィールドという以外にありませんから増減という概念はないのです。 遠い銀河の赤方変移について。一般的に言われている光の赤方変移とは、遠方にある銀河の交代速度は、膨張速度が加算され速くなり、その分が波長の伸びとなって観測される現割れています。最終的には、銀河の交代速度が光速度を超え視界から消えると現います。これは相対的に考えれば、私たち観測者周辺の空間が加速膨張していると考えることもできます。したがって遠い銀河の赤方変移は、 空間の加速的膨張を証明していることになります空間膨張をベーグフィールドの陽動と考えると空間の膨張には加速的な膨張時期と減速的な膨張時期が想定できます。減速的な膨張時期にはこの図とは逆に遠い銀河は青型変異した光として観測されると推測できます。つまり膨張速度と光速度は同じものですから膨張宇宙の初期状態は膨張速度が遅かったと考えることができます。 宇宙膨張が速くなった時点で光は波長を伸ばす。光速度の維持ことになります。これは空間の膨張速度が速くなると、古い時代の光は波長が引き伸ばされるということです。ですから宇宙が一点から爆発膨張していなくとも、遠い銀河の光は赤方変異します。そもそも膨張宇宙論構築の際に初期宇宙サイズを一点としてしまったことに哲学的な誤りがあったと考えられます。 神学の創造論を支持したい人には不満かもしれませんが、神を持ち出したら科学的な宇宙論は終わります。加速魔と膨張の観測データ。この図は遠方の超新星の観測結果から1999年に発表された宇宙の加速膨張を示す図です。横軸は赤方変異、交代速度、縦軸は高度距離を示している。図中の点は観測された IA 型超新星です。 もし宇宙の膨張率が一定であれば傾きは一定となるが実際には少しあより、加速膨張側に点が分布していることがわかる。かなり微妙な観測結果ですが、ノーベル賞が認めたということですから、加速膨張が存在すると考えられます。ハッブルが観測した銀河の赤方変移も微妙な図でしたが、膨張宇宙論を確立しました。物質生成について、膨張宇宙では空間が希薄になっていく過程でエネルギーが凝結し、 結露に似ている物質を作りながら空間は拡大膨張している。しかしやがて膨張エネルギーを使い果たし振り子が戻ってくるように収縮宇宙に姿を変えます。収縮宇宙では物質は増大し続ける空間密度に吸収されるように空間に溶け込んでいきます。それは氷の破片が水に溶け込んでいく様子に似ている。物質とエネルギーは等価でありエネルギー状態の変化している姿が大宇宙のドラマなのです。 超新星爆発の温度と圧力でもゴールドの生成はできないと言われています。ゴールドができにくいのは、もく安定した物質であるためにそれ自体を作ることが難しいということです。宇宙の膨張速度は加速していますので物質の持つ重力強度も変化しています。したがって、超新星爆発の温度も現在想定している数値よりも大きくなると推測できます。 4次元ダイナミックス空間では重力も電荷も変化すると考えられますからゴールドが生成される仕組みもこの辺りにありそうです。同時に覚醒する膨張宇宙モデル。宇宙論タイム・イズ・フォースの当初宇宙図は物質空間が膨張するというビッグバンモデルでしたがベーグフィールドの導入により物質が膨張すると考える必要がなくなりました。ここに膨らませた風船があるとします。 朝の風船は木で収縮していますが昼頃になると温度の上昇で膨張します。つまり気温の変化で膨張と収縮を繰り返し膨張を開始した時が膨張宇宙の始まりとなります。膨張宇宙はオ時に覚醒しますから膨張の中心はなく光速度重力質量電磁気力核力時間のからくりから膨張宇宙原理が起動します。 時空が覚醒したのが138億年前ですから最も遠い光は138億光年の位置に観測できます。初期の膨張速度は遅かったと考えられますが徐々に加速して現在の光速度になって観測されると考えられます。このために遠方の光の波長は伸びているように観測されると考えられます。 人間が一光年の範囲を移動できる科学技術を持ったとしても宇宙のサイズは138億倍ということで実際は宇宙の中で全く移動できないということです。これは光についても同じことで光速度といっても宇宙レベルでは全く遅いということです。バックグラウンドとなっているベーグフィールド。ここにはサイズに相応する動きがありますが小さすぎる私たちの尺度ではこの動きが光速度として感知できます。 尺度が数十桁異なりまますす。かららそれれは、ちちょううど私たののの世世界界と素粒子世界の際のように考えられます従来のビッグバンセオリーに従って物質エネルギーが爆発拡散したと考えると初期宇宙には高密度に銀河が存在すると考えられます。一方物質は天から膨張拡散したのではなく四次元空間から膨張エネルギーによって覚醒したとすれば銀河の分布密度に偏りは無理と考えられます。 将来各時代の銀河密度が同じであると観測できれば得意点を持たない静かなビッグバンセオリーが検証されます。まとめ、宇宙論が目指す万物の理論、セオリー・オブ・エブリシングとは自然界に存在する四つの力すなわち電磁気力弱い力強い力重力を統一的に記述する理論、統一場理論の試みである。電磁気力と弱い力はワインバーグ・サラム理論、電弱理論によって統一されている。 電弱力と強い力を統一的に記述する理論は、大統一理論、グレートユニフィケーション・セオリーと呼ばれ研究が進められている。最終的には重力も含めたすべての力を統一的に記述する理論が考えられこれを万物の理論、セオリー・オブ・エブリシングまたは、超大統一理論、スーパー・ユニフィケーション・セオリーという。万物の理論が完成すれば、 宇宙におけるる力やエネルギーの原因を説明できるばかりかり時間と空間そして宇宙そのものを理解できる究極理論になると期待されている。光速度の原因から出発した4次元ダイナミック数宙論は10年を迎えついに得意点を持たない成果なビッグバンセオリーに到達し光速度重力質量電磁気力核力時間を空間膨張から統合的に説明できました。そして2018年3月にレーグフィールドを導入し空間の加速的膨張、 2011年ののノーベル物理学賞の原因を説明しましたまた2019年2月に空間の膨張から空間と物質間に摩擦電気が生まれ原子に電荷を与えている時がつきました。同様に核力についても微小空間における重力現象として説明できると思います。もともと1つの力、空間の膨張の働き方が4つの力として見えていました。これが万物の理論と考えられます。 得意点を持たない膨張宇宙論とは、中空間が全域にわたってスムーズな連続空間であるということです。得意点という特別な状態が自然状態で生じるでしょうか。得意点を認めてしまうと論理に際限のない混乱をもたらします。この着想はこの宇宙論を進めていく上で重要なファクターとなりました。 光速度で膨張している空間で光源から切り離された光子は膨張の影響を直接受けるため観測者から見ると光速度で拡散しているように見える。この空間膨張と物質の相互作用から光速度重力質量電化時間が生じています。これは膨張空間、四次元空間での相対的な運動の捉え方で理解できると思います。空間の膨張と物質空間の膨張とは異なります。 現在言われている宇宙の膨張は、因果が遠ざかっていることを空間の膨張と言っていますが、これは因果の配置が膨張していることで空間それ自体の膨張ではありません。空間の膨張は、時波が光速度で拡散する現象として観察できますが空間それ自体を見ることはできませんから推測する以外にありません。この空間の膨張が永遠に続くと考えるのではなくやがて減速し停止し収縮に向かいます。 このベーグフィールドの動きが4次元宇宙を作っています。このようなベーグフィールドの性質を支える力として、重力ではない粘着力のような力愛は、水における表面張力のような力が存在するかもしれません。またこれは水と油が混ざらない力あるいは、エネルギー上と真空は混ざらないような性質があるかもしれません。4次元とは、空間3次元と空間自体が膨張あるいは、収縮している座標形を考えたものです。 ニュートン力学及び現在の物理学では、光速度重力質量電磁気力角力時間という基本的な物理定数を定めましたが、これは現在の宇宙条件から生まれているもので、このような定数が自然界に存在すると考えることは無理があります。宇宙の入れ物であるベーグフィールドには、慣性力だけに支配された単純な空間原理が存在すると考えられます。宇宙論を考えるとき最も注意しなければならないことは、 取り扱っている場場場は多くの場合極小の場なの合なです私たちが知っている宇宙は点なのです点を見て未来に向かう線形を想像しているのですからわからないのです。マンデルブロー集合の図形は無限に広がる図形ですが、どの階層にも基本形のメッセージを含んでいます。私たちの周りにも渦巻きが見いだせます。ひまわりの種子の配列にも不思議な構造がありますこれはひまわりが想像して作った構造ではありません。 宇宙に存在する基本形のアレンジで全ての自然物は形作られています。私たちが知りうる自然現象を分類整理したら宇宙原理の傾向が見つかるかもしれません。数学で示されるような構造があるとしたらそれが神様の創造物だということにしたい人も多いと思いますが、観測される宇宙は大宇宙の一点地すぎないと考えたとき複雑な宇宙原理は存在しないと考えられます。 ここでは完成の法則と書きましたが別の表現があるのでしょうが今はその表現方法がわからないのです。物事を整理して考えると自然界は大変シンプルです。私が宇宙論を書き始めた時広大な未知の領域に入っていく感じを受けました。ところが基地の原理は大変少ないことに気がつきました。これらを整理して再構築した結果思いもよらぬ単純で明快な結果を誘導できました。 この世界がシンプルだと気づいたら人々はどのような哲学や宗教を生み出すでしょうか。このページを書きながら宇宙論に関する文章を読みましたが、多くは精神世界に収束するものが多いのです。あらゆる知的行為は愛として作られた迷宮に誘導されています。この宇宙論は虚構廃止基地の知見から誘導したものです。宇宙論は誰でも理解できるものだと思います。 なぜならば私たちの周りが宇宙そのものだからです。見て触って確認できるものは誰でも理解できますよね。またそのように記述しなければならないと思います。私たちが難解だと感じるのは地の迷宮を彷徨っているからなのです。この理解がとても大切なことなのです。これに気がつけば、の後の人生に大きな可能性が開けます。 つまらないことに力を損耗することもなく、地の迷宮から脱出して愛の世界でもいいし、道楽の世界でもあなたの思う存分の世界が広がります。All truths e a s y to understand once they are discovered, the point is to discover them。ガリレオ・ガリレイ、すべての真実は発見されると簡単に理解できます。要はそれらを発見することです。ガリレオ、最後までご覧いただきましてありがとうございます。